ちょっと先に払おうや。払える？オッケー。はい、注意して書いてある。払えますかね。はい、こんにちは、秋山でございます。今日も前回に引き続き、台湾を紹介していただこうかなと思います。まずですね、台中市の中心の方に、移動してます。ここは、台中市にある宮原眼科という場所ですね。まあ別に眼科ではないんですけど、昔ですね、まあ、台湾が日本の統治下にあった1927年ぐらいですね、建てられた建物で、当時はですね、もともと日本人の眼科医の宮原さんが開業した病院でした。まあ、それはですね、あの戦後いいと思うよ、まあ、敗戦、あ、戦後ですね、日本に帰ってきて、ね、でそこはそれが本当のジャケ買いです。残されていたんですけど、まあ、最近になってこういうスイーツショップとかが入って、まあ、今では中身見てない。何ちゃんの。そうです。Thank you. バイバイ。あそこでちょっと軽くお見合いを買って、周りを散策してます。あら、見てごらん、宮原眼科の前はだいぶゴーストタウンですけど。訪れ川。ちょっとテラピアが泳いでる訪れ川みたいな感じ。これからですね、台中から、まあ、イングーという、田舎町に移動しています。まあ、道中ちょっとパンをかじるということで、なんか珍しいドラゴンフルーツのベーグルを見つけたので、それを買って食べてみました。味はあんまりドラゴンフルーツ感はなかったんですけど、でもそれでももちもちとした食感ですごく美味しいベーグルでした。まあ、こんな感じですね、台中はとてもあの綺麗な町なので、電車に乗ってこれから、北部にある、移動リングの町に移動してます。これは面白いです。全車両にトイレがあります。なんでだろう、日本は全車両にはないですけどね。ブリが近いのかな、ちょっと分かんないんですけど、まあ綺麗な車窓を見ながら移動してます。イングの町はですね、200年ほど前から、まあ、陶磁器が作られている町で、まあ、かつて日本人が器の、作り方を伝えた歴史もあるような、そういう感じのちょっと古い感じの町並みが残っているエリアです。まあ、レンガ造りの古い建物に、まあ、器のお店が連なって、まあ、なんかちょっと時が止まったような、まあ、そんな雰囲気を漂わせている町です。ちょっと朝早かったんでまだ開いてなかったんですけど、それでもお店の先にはそういう感じに面白いアイテムがいっぱいありました。はい、こちらでございます。まあ、どっちかといったら台湾茶の道具作りに取り組む工房が多いような感じの町ですね。まあ、台湾には22の県と市があるんですけど、それぞれの地域の食とか文化とか産業を育成するような、まあ、いわゆる地域振興、地域おこしみたいなことが今とても盛り上がっています。まあ、その一つにこのイングーの町がですね、器作りのプロジェクトとして立ち上がったという背景があるそうです。まあちょっとあのスマッシュってスマッシュ少し飽きてきたので、あの路上にあった卓球してます。誰がやるの。僕以外やってるとほぼいなかったですけど、まあ、でも楽しかったですね。運動不足解消です。破る？破る？まあ外は暑かったからワンちゃんもちょっと疲弊してましたけど、まあ可愛いお店もいっぱいあるので、そういうのをウィンドウショッピングしていくっていう感じですね。猫か。これは良かったですね。素焼きポットに付けしてあるんですけど、はい、なんか何個か買って帰りたかったですね。まあ、今回ちょっと手荷物だけだったので持って帰れなかったんですけど、ちょっとアイディアバチッとここで、見てきたので、日本に帰ってもちょっとやってみようかなと思います。あと台湾はやたら回したがりますね。すごい回してます。店中回してます。あとこれだ、ランとかを街路樹にやたら規制させてます。
まあなんかおしゃれなのかな、ちょっとわかんないですけど、はい、いいアイディアだなと思います。あ、これだよ求めてたのは。これ美術館周りですね。竹を切って観葉植物をぶっ刺してます。これはあんまりおしゃれじゃなかったですけど、こっちはすごい。これ竹と布だけで作ってる構造物です。まだ家の前に都会か、台湾は暑いんですけど、見て涼しいのはいいなと思って、これもなんか日本で作ってみようかなと思います。そんな町外れをですね歩きながら、アイディアをたくさん集めてきました。最後少しだけ台北の街とご飯を紹介できたらなと思います、とにかく台湾はこんな感じで柱にたくさん電線が絡まってます。建物は古いけど可愛い街づくりですね。パルクール、ガチャガチャのストリート、路地裏歩いてます。いやー、夜市です。買い食いです。学生たちの、彼らは買ってからね食べてるんだね。何が あるじゃん、もう安心したわ。たくさんあって毎晩お祭りです。なんだこれ、バレエショー、芋天か。こちらでございます。お兄さんが作ってくれました、ありがとうございます。バイバイ。これがカエルジュース、カエルジュースが一番美味しかった。青ガエル、青ガエルの下のなんか太鼓みたいな。これが台湾の晩御飯、意外とあっさり系が多いです。お肉です。まあ、いい意味ですね。まあ、そんななんか自分たちが持ってた、ありがとうございます、なんか考えみたいな、期待みたいなのがたくさん裏切られてですね、新しいたくさんも、まあ、発見もたくさんあるような、そんな旅でした。まあ、理解は誤解の相対っていう言葉があって、まあ、これは村上春樹の言葉なんですけど、まあ、自分は全然ハルキストとかではないんですけど、なんかなるほどなって感じですね。まあ、台湾と日本のなんかズレみたいなのを今回は楽しめたかなと思います。まあ、道中いろいろ経験させていただきました。台湾の台湾ビールいただきます。おー、美味しい。わあ、台湾の水餃子はとにかく生地が厚いんですよ。いただきます。すごい美味しい。ニンニクが効いててすごい美味しい。これでこれ。